私の名前はカタコ、OL をしている。最近この部署に所属となったのだが、ゼロの数間違えたぞ。ちゃんと数字はどうせよ。電卓としての流儀を忘れたか。自分の打ち間違いを電卓のせいにしてるよ、こいつ。見た目がめっちゃ怖い同僚がいた。悩みはそれだけではない。お腹減った。そういえば最近そうめんとかカップうどんしか食べてない。カタコさん、前頼んだ書類忘れてない？あ、すいません。最近ぼーっとしてるみたいだし、ちゃんと集中してね。上司の言う通り、集中力に欠け忘れっぽくなっている。そんな物忘れするとしたっけ。眠い。チョコ食べて元気出そう。昼食後の激しい眠気、チョコへの依存、そんな日々が続いていた。あれ取りに行かないと。やば。激しいめまいと立ちくらみが私を襲いかかった。その時、誰かが私の体を支えてくれた。ありがとうございます。私を支えてくれたのは、見た目がこわもての同僚、エイタだった。足りてねえ。全然足りてねえ。何がですか。ビタミン B に鉄だ。ほら、こいつを食え。スーパーで買ってきた。あんたのその顔は、最近そうめんとかカップうどんとかしか食ってない顔だ。あんたの体では、今抗争が起こりつつある。抗争？どういうこと？糖質の奴らがお前の体を支配して、タンパク質たちは今不安定になっている。助けてください。これじゃあセロトニンの分泌ができません。セロトニンがないと精神的に不安定にもなる。脳の働きも落ちるからミスも増える。当然の流れだ。どんなイメージよ。エイタの食材提供もあり、私の体は少しだけ元気になり始めた。ちゃんと食べてるつもりだったんだけどな。気をつけないと。やっぱり人間は健康が一番だよね。ダイエットマスターとして秘訣は何でしょうか。基本的なことしかしてないですよ。運動と食事制限、これにつきますね。ダイエット。少しだけ体重が気になっていた私は食事制限をすることにした。やっぱり細い方が可愛いもんね。手始めにお肉やめようかな。しかし私の食事制限はあまり功をなさず、体重はあまり変わらなかった。顔色が悪いぞ。ごめん、最近なんか疲れやすくて。足りてねえ。え？全然足りてねえ。タンパク質が。今から行くぞ。近い、怖い。行くって、どこにですか。お前の家だ。エイタの勢いに負け、私は彼を外回り中にもかかわらず家にあげた。早く仕事に戻らないと。それにちゃんと野菜だって食べてるし、栄養とってるよ。いや、ダメだな。全然ダメだ。タンパク質が足りてねえから、あんたの体の工場が全然回ってねえ。無理です。もう疲れました。こんな状況なの、私の体。タンパク質は骨や筋肉の元になる。これが足りてねえと仕事にならねえのも当然だ。だからこそこいつらを食え。いけ、ヨーグルト組、キウイ組。キャチカミぜー。かまどったるでー。なんでタンパク質関係ないじゃん。見ろ、キウイやヨーグルトはタンパク質の吸収を助けてくれる。タンパク質を射程にするには必須の仲間だ。ほら、水だ。ありがとうございます。あと水も取るとより吸収もしやすくなる。なんで例え話が全部ちょっと怖い感じなの。エイタのアドバイスもあって極端な疲労感はなくなった。しかし残業の多さから忙しくなっていた私にまた変化が生じていた。こいつはいい儲けになる。あんたさ、あ、そ
そのいつもちょっと仕事中の怖い感じ出すのやめてくれない？集中できない。ああ、すまんすまん。何その平謝り、分かってんの？些細なことでイライラするようになり、まぶたの痙攣も出ていた。だいたいあんたね、痛い。そして極めつけはたまに生じる足がつる症状だった。世話が焼けるな。こいつは間違いねえ、島流しにされちまってる。マグネシウムさんがな。だから近いって怖いって、なんで普通に言ってくれないの？見ろ、マグネシウムさんたちがインスタント麺たちに捕まってる。だからイメージの癖が強いのよ。なんなのよ本当。さて、ドイツから海に流しちまおうかな。インスタント麺組や冷凍食品組たちはマグネシウムの排泄を誘発しやすい。だから島流しなのね。それに、見ろ、あいつらを。かわいい。そうだろう、マグネシウムには筋肉や血管を弛緩させる癒しの力がある。不足したら筋肉の痛み、扁桃痛にもつながる。欠かしちゃいけねえマスコットだ。だからこそインスタント麺は低い、効率よくマグネシウムを摂取する必要がある。なんだお前は。それは、その効率よく摂取する食材、それはサバだ。サバからなんか出てる、キモい。サバ缶は安く手に入るからおすすめだ。更年期障害にも立ち向かえる。誰が更年期を。それに仕事が忙しくてめんどくさいし。姉ちゃんよ、そういう時こそこの白い粉が役に立つんだ。この白い粉にもマグネシウムは入ってる。食う暇がないときはこれで代用するんだ。大丈夫、いつでもやめられる。入浴剤って言ってよ、削除対象ギリギリを責めないでよ。いちいち鬱陶しくも感じていたエータの助言だったが、私の体は次第に健康になり始めた。あいつ顔は怖いし、言葉の使い方もなんか独特だけど、もしかしたら悪いやつじゃないかも。いる、やつがニキビに肌荒れ。感じた組の勝ち込みだ。こいつは厄介な構想になるぞ。だから近いって、なんで何かを伝えるとき距離感バグってるの？その様子だと便秘も続いてるだろう。完全に奴らの仕業だ。なんで人の便秘事情把握してるの？怖すぎるんだけど。見ろ、お前が摂取した栄養ドリンクで感じたの奴らがお前の腸を荒らしてる。確かに最近飲みすぎてたかも。そういうことだったのね。カンジダ組の勝ち込みは厄介だ。見ろ、腸の粘膜が薄く弱くなり、その隙間から次々と菌の奴らが入ってくる。あー、気持ち悪い。なんかニョキニョキと出てきてる。奴らのせいで肌荒れにもつながっている。奴らと戦うメンツをこっちも揃える必要がある。今度は何？納豆？味噌？乳酸菌たちだ。なるほど。俺たちが来てくるにはもう安心だ。最後のやつセリフいる？覚悟しろゴルエ。まだまだ行くぞ。行け香辛料たち。ゼゼゼゼゼ。私は何を見せられているんだろう。そんなエイタの解説は家にやってきてまで続いていた。ということで、わかったな。その説明のためにまた家に来てまでカレー作ってるの？あんたは誰かがついていないとすぐに栄養が偏る。典型的な新型栄養失調だ。何それ。きちんと3食食べているつもりでも栄養の偏りで生じる現代病だ。あんたいつも思ってたけど無駄に詳しいのね。もともと管理栄養士志望だったからな。面接でどこも落とされたからこの会社になった。この会社の人事もどうなってるの？まあそれに新型栄養失調になると低体重時の出産リスクにもつながる。
俺たちの子供が健康に生まれてほしいと思わないか。エイタ、なんで私たちの子供、私たち付き合ってすらないけど。え、付き合ってなかったのか。怖い怖い怖い、マジで何言ってるの。いつも視線を感じるからてっきりそうかと思ったんだが。うん、いちいちうるさいから目についただけ。全然違うからもう帰って。お邪魔しました。エイタの思い込みやら言動は正直ドン引きだったが、これからはちゃんと自炊しようと考えるきっかけにはなった。もう変に絡まれないよ、ちゃんと栄養管理しなきゃ。